はい、こんにちは、かけまるです。今日は80ハリアー初期型ですね、借りてきましたんで、ちょっとドライブして最後ちょっと難しい車庫入れやってみますんで、よかったら一緒に見てください。それでは、出発いたします。ですね、80ハリアー借りて、僕の家の実家の狭い車庫入れのコツですよね、さっき撮影したんですけれども、ちょっと編集に時間かかるから、ちょっとそっちの詳しいなんかマージンとか、測ってますんで、そっちの動画ちょっとだけお時間ください。とりあえず今日は、どこやったっけ、よいしょ、80ハリアのドライブと、最後ね、なんか駐車場狭くて、なんか頭から入れてお尻から入れなあかんっていう、ちょっと独特のと、その駐車スタイルやったから、それをですね、もしよかったら一緒に見てもらいたいなので、なんちゅう出しにくい駐車場やと思ったんですけど、今日はオンアウトです。で、ハリアーね、やっぱりね、めっちゃいい車です。シートもね、すごい座り心地が良くて、やっぱりハリアーは最高やね。ちょっとこんだけラグジュアリーやったらオラオラ運転にもなっちゃいますよね。で、このダイナミックフォースエンジン、すごい馬力あるっていうか、圧縮高いんですよね、すげえ。だから排浮入れてあれしたら、高回転むちゃくちゃ回るんちゃいます。むちゃくちゃパワー出ると思うんですけど、いやでも運転しやすい、むちゃくちゃ運転しやすいです。で、80ハリアーのその狭いその車庫入れの方、リクエストあったんですけれども、これ初期型なんですが、初期型でもすごい車庫入れはやりやすいです。全然難しいとは思わないですね。このガイド線がもうバッドンピシャなんですよね。だから全然80ハリアー一部改良型買ってもええし、なんかね、アラウンドビューモニターが改良型ハリアーやったら、地面の下もなんか見える的な感じになってて、だからもしね、雪国の方とかやったら、今のギリギリセーフですね。雪国の方とかやったら、そのこうアラウンドビューボディと上から見るそのハリアーで、かつ下、床面も見えるんですよ。それは雪国とそういうところやったら、その改良型のハリアー買ってもええかなとは思います。で、それ以外やったら、まあ別に初期型のハリアー買っても全然車庫入れは別に苦にはならないと思いますんで、全然僕的にはいいんじゃないかなと思います。ただね、初期型でもね、なんか僕の友達が買った80の初期型ハリアなんですけれども、地下の駐車場入れた時にリバース入れたら、そっから車動けへんなったらしいんですよ。だからなんかその辺の不良があるのかなって思って、で、まあその辺どうなんかなっていう感じなんですけれども、だからちょっとだから初期型のハリア、未だにプリウス乗ってるんかな、台車のプリウスずっと乗ってたんですよ。ちょっとかわいそうな、なんか5、600万したのに、なんかずっと丸1で乗ってへんかったんかな。その地下駐車場入れてリバース入れたら、車が全くうんともすんとも動けへんなった言って、で最後牽引で
あ、リバースから動けへんなった言ったんか。その、これが、AT セレクトレバーが。そう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 。で、最後、牽引でなんとか動かしたんかな。それで、赤車で、修理工場まで持ってってもらったらしいんですけど、ちょっとそれが、僕的には、その、何が原因やったんかなっていうのも気になりますし。で、友達が気の毒やなので、もう弁償してもらったらって言ってるんですけどね。もう小中学校の同級生のお友達なんですけれども。めっちゃね、ハリアー喜んでた。80ハリアー買って喜んでって、いろいろカスタムもしてたのに。ちょっとかわいそうやなって。で、このハリアーもまあ初期型は初期型ですもんね。男子地下駐車場です。地下駐車場入ってリバース入れたら、リバースからこれが動けへんなったらしいんですよ。じゃあ確かそうやったと思います。もうちょっとしたら駐車場ですね。僕が何をしとんねんですねすいません、あそこ左曲がらなあかんねんけど、あれか、駐車してんのか。もうすぐ駐車場です。ここなんすよ。こういうところに止めるか。これはこうやってこう入れんとあかんという、ちょっと変わった駐車場か。あれ、どけ、車がね、止まってなかったら、まあ別に難しくはないんでしょうけど、割にノーズが振るから、まあまあちょっと、こう、あれかなっていうところでしょうか。ここにパイロンあるし。ちょっと悩ましいですね。ちょっと頭一回、ね、あれして、ね。なんでここにパイロンあるの？ここで一回お尻を入れちゃって、でこれで一回立て直しましょうか。あの右のパイロンなかったら別に全然あの入れやすいんですけどね。こういう感じです。うん、なかなか手強い駐車場です。出るときもバックで出ないかんから、なかなか怖いです。あの、人通り多いんですよ、割と。よいしょ！こういう感じの駐車場になってて、こう入っていくじゃないですか。これがなかったら全然入れやすいんですけど、こう入っていって、ちょっとこっちに振って、で、こう入っていくんやけど、あれが邪魔で。だから、こうある程度、こうお尻を後ろまで入れたら、一回、こう、左に振って、また右に振って、で、ここからまたこういう風に入れていくと、うまいこと入るみたいな。今日はすいません、以上です。それでは、簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。